はい、それではルビコンのフロア型の、まあ、中間サイズですね、6、まあ、8というのもありまして、そちらは、価格がですね、税別で50万8000円、あ、税込みで50万8000円ということで、ペアで100万円クラスのものになってくるんですけど、まあ、これはルビコン6ということで、ユニットの数も1個少なくて、これも先ほどと同じような構成ですかね、はい、リボンツイッターがついていてね、はい、はい、まずですね、再生周波数帯域はグッと下がっておりまして、38Hz から 34kHz ですね、はい、能率が 88.5dB、 入力インピダンスが4オーム、クロスオーバーが、2600と共通になってるんですね。ドームは 14kg 以上ということになってます。ユニットの構成は 29mm のソフトドームと17×45mm のリボンということは、リボンのサイズ自体は、オプティコン6マーク2と一緒なんですけど、ユニットは違うんでしょうね。ちょびっとだけ違いますね。ちょびっとだけ。はい。はい、で、ウーハーはですね、これは、165mm 口径の、ウッドファイバーコーンが2個ついているということで。これはバイワイリングね。フロア型はバイワイリングになるんですね。はい、でサイズがですね、高さが990、幅が200、奥行き380ということで、サイズ的にはオプティコン6マーク2よりちょっと奥行きが深いぐらいで、あんまり変わらないんですね。そうですね。はい、重量が 20.2kg、価格が税込みで341,000円、日本で682,000円というスピーカーありますね。で、仕上げは先ほども申し上げましたように、光沢の黒、光沢の白、木目の薄い茶色、ローズ濃い茶色という4色仕上げになってます。何か補足するところはございますか？まあ、はい、この6は先ほどのオプティコンマーク2の6と、はい、まあ、構成的には同じですよね、はい。これも2機質になってるんですかね。はい、そうですね。結構バスレフが低いところについてて、ね、結構もしかするとこの上の部分の空気の容量がだいぶ大きくなってるかもしれないですね。うん、そうですね。うん、で、まあ、先ほどの6と同じで、はい、上のウーハーとドームツイッターでほとんどの2ウェイのほとんどのタイプを持ってて、はい、まあ、それにリボンのスーパーツイッターとアンダーウーハーが一番下の方だけ重なるっていうね、はいはい、まあ、そういう構成であることは間違いないんですけども、はいはい、で、先ほど2でお話したように、はい、キャビネットの剛性が上がって、はい、で、ネットワークのパーツのクオリティも、はい、まあ、価格相応に上がっていますと。はい、まあ、そういうスピーカーということでは、はい、インストの3曲から、うん、はい、ということでお願いします。
ルビコのね大きい方を聞かせてもらいました。まずインストなんですけれども、まずねせせらぎはですね、まあ中音部分のやっぱり解像度がね高くなってるなっていう印象で、でもやっぱり帯域バランス的にはオプティコン6-2を聞いてしまってるだけに、やっぱりちょっと旧型のね帯域バランスかなという感じがしました。で、2曲目のエルガーの愛の挨拶ね、これはやはりねユニットの中音域の歪みが減ってるのと、多分ネットワークが改良されてるので楽器のアタックの部分ね、バイオリンとかの音の出し、ピアノとかはこうハンマーが弦に当たった瞬間の立ち上がりが早いし、ここの濁りが少ないんで、楽器のアタックの部分の再生は随分上級モデルだけあっていいなというふうに思いました。でバッハボンコンチェルトもやはりどうしてもブックシェルクがフロア型になったんで、上も下ももっと伸びてほしいと思うんですけど、意外に伸びた感が少なくて、ちょっとリボンがついたのが6-2 だとリボンの存在感があんまりなかったんですけど、こっちの方がリボンの存在感が強いので、ある種スピーカーに癖を求めるっていうか、スピーカーらしさを求める人はこっちの方がいいのかなという感じはしましたね。澤田さんいかがですか？そうなんですよ、先ほどのね、ルビコン2で、美味しい音だとか、立派な音だとか申し上げたんですが、もうそれのイメージが、多少リボンツイターがついたり裏が伸びたりはしたんですけども、やっぱりそのまま残ってて、そうですよね、だから先ほどの2がもうちょっとスケールアップしたり、レンジアップはしたんでしょうけども、印象はそんなに変わらない。そうですね、だからあえて言うんであれば、僕はこういうルビコンの場合ブックシェルフでいいのかなっていう感じがちょっとしましたね。そうですね、あえてフロ型にして、大きくなったプラスアルファの魅力っていうのは、オプティコンのね2と6が全然違うんで、あんな違いはないなという感じですね。存在感はありますよ、その音のね密度感、存在感はあります。で割合こういうそのソフト系 の、 そのダイヤフラム構成でレンジを追求したスピーカーの場合、あんまり存在感があるスピーカーって少ないんですけど、これはどういうわけがありますよね。そうですね、濃さっていうのは濃さですね、まさにね、何が持ってるそういうテイストですね。だからこういうタッチで、いわゆる金属系のものとは違うこういうタッチで、でもある程度 の、 その濃さは欲しいという方には合うのかなと思いますけど、多分ねボーカルの方がなんかこのスピーカーのね、魅力がよく出てくるようですね、はい、では引き続きボーカルさん、今日からいきましょう。
気がした流行りのカフェで待ち合わせようなんて先に着いてたのもこんなこと初めてね知らない新しい人こんな風にして恋は終わってゆく古い喜劇でありふれた物語どうか教えてあなたの瞳の中この私はささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー夢も ボーカルをね3曲聴いてみました。まずタイタニックなんですけれどもあのミッドローのところのやっぱりあの厚みっていうかね、うん、実在感これはやっぱり全然違いますね、うん、やっぱりあの箱がしっかりしてるっていうのと、うんまあ、価格層に、うん、そこのあのしっかり感っていうかね、うん、あの骨太な感じっていうのは全然違いました。で中高音域に関しては、まあ、これはあのフィルムがついたことによってあのボーカルなんかでもあのメリハリが輪郭がこうくっきりしてくるっていうのがあの分かりました。でもあのそういうあの変化はあっても全体としてのあのテイストはあのダリのテイストで、はい、あのきちっと踏襲されてるっていうか、うん、あの引き継いでるっていうのがあの感じられましたね。やっぱあの総じてあの非常に心地いい音なんで、うん、あのでなんかねどこかが突出して変わったらあの評価ってしやすいんですけどそういうところがないんで、うん、あんまりこう言葉にはあの表しにくいようなね、例えばあのオプティコン何回もできますけどオプティコン6の2なんかは全然変わるんであのこうなりましたよとかって言いやすいんですけどこれはねそのあの全然変わるっていうことはないんであのフラットに全部こうかすあのちょっとずつね盛られてるんであのなかなかそこの変化をあの言葉で表すことは難しいんですけど、まあ、あの本当に澤田さんがおっしゃったように今のあのハイファイスピーカーってね高帯域で薄いものが多い中でこれはあの帯域そこそこでやっぱり中央にあのウェイトが乗ってあくまでもスピーカーの一番あのなんていうのかな重要なのはフルレンジであってそのフルレンジから拡大していったというような
あのサウンドテイストがあのきっちりあの守られているというふうに感じました。はい、でまあその印象がね、はい、やっぱりよりボーカルの方が生きるかなという気がしましたね。はい。はい。実際あのダリは CD を作ってましてね、うん、あの今6枚目まで出てるんですが、うんうんうん、それのコンピ版とか見ますと、うん、ボーカルばっかりですから、ね、やっぱりそうなのかなっていう、ね、うんうん、はい、でも大体普通の人聴いてるのはボーカルが多いんでね、うん、はい、あのそれでいいのかなというふうに思います、はいはい、ではあの澤田さんセレクトのお願いします、はい。最初に感じたのはその低域なんですけども、はい、全然違いますね、うん、まあ、密度もさることながら、うん、やはりあのオプティコンですと伸びてはいても、うん、やっぱりすっぽ抜け音っていうのはね、うん、まあ、空振り音っていうんですかね、うん、それはやっぱりある程度感じるんですが、うん、これだとさすがにそれほとんど感じないですよね、うんうん、だからしっかり音程を表していて、うん、でなおかつこうどっかでこうボケだったりっていうこともないし、うんうん、かといってあの、うん、バスレフ特有のスポの検温もしてこないっていうね、うん、まあ、だから非常にこううまくできたチューニングだと思うんですよね。まあね、あのルービコン の, あのブックセルフの2と比べると、あのブックセルフ型の方は、
あの低音が入ってきた時は別に何も感動しないというか、うん、スーッて流れて、でボーカルが入った時に、うん、おこれはすごい可愛いなっていうふうに思って、でそれがあのこの6になると、最初の低音楽器のエネルギー感とか印象が随分変わって、あの伴奏もいいなっていう感じになりましたね。だからやっぱり、これはなんかブックシェルフとあのこのフロア型の違いっていうのがよりあの明確に、あの澤田さんのこのボーカルソフト分かりましたね。で2曲目の、ホルンのホルンとパイ、あのパイプオルガンの曲でも同じようにやっぱりあの中低域ミッドローですよね、うん、あのローエンドじゃなくてミッドローの実在感っていうのが、あの厚みとか重量感っていうのがやっぱこれ全然違うんだな、あの澤田さんがおっしゃってるそのすっぽ抜けが、うん、あのないことによるあの中低音の実在感の向上っていうのがすごいなっていうふうに思いましたね。であと全体的に感じるのはあのキャラクターがあの明確で、あのオプティコン2っていうのを2オプティコンシリーズのマーク2はね、あのキャラクターがそんなに立ってなかったんですけど、これは結構キャラクターが立っていて明確に音が明るく感じます、うん、だから同じ曲を聴いていて楽しく明るい雰囲気っていう、うん、あのキャラを持ってるなっていう感じがしました。そうですね、うん、はい、まあ以前の B&W ね、特にダイヤモンドツイターになっての初期型なんかはちょっと重暗い雰囲気があったんですけど、うん、まあそれとは非常に対照的にあの明るい雰囲気を持ってるスピーカーだなっていう感じがしました。はい、では次はね、はい、オピコンですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。